ファイナルラウンドを迎えたサンサン KBC オーガスタはプレーオフの末、香妻陣一郎が大会初優勝を飾りました。首位と4打差でスタートした小斉平優和は17、18番と連続バーディー。この日スコアを7つ伸ばして19アンダーとします。一方、単独トップでスタートした香妻陣一郎は20アンダーで迎えた18番、入れれば優勝のパーパット。このパットを外しプレーオフへ。プレーオフ2ホール目、小斉平のティーショット。初優勝へのプレッシャーからショットが乱れ OB に。このあとさらに2つの OB を叩いた小斉平に対し香妻は、香妻プレーオフを制し、この大会初優勝、ツアー3勝目を飾りました。